アドニスは、シリアの詩人、エッセイスト。1930年1月1日生まれ。本名は、アリアフマドサイードイスビルだが、アドニスの筆名で、レバノンやフランスで活動してきた。母語である、アラビア語による著書は20冊以上に上る。アドニスは、シリア北部のラタキア県、アルカッサビンで、アラウィー派の家族に生まれた。幼い頃から畑で働いたが、父親は、 普段から死を彼に覚えさせており、その影響で、自ら死を作るようになった。1947年、シュクリアルクワトリ大統領の前で死を朗読する、機会を得たことがきっかけで、奨学金を多数受け取るようになった。最初は、ラタキアの学校に入り、タルトゥースのリセフランセを経て、1954年に、ダマスカス大学哲学科を卒業。 アドニスという筆名について、アントゥンサーデーからもらったという説もあるが、正しくない。この筆名は、多数の雑誌に、本名で投稿して拒絶された後、フェニキア人の神の名をもとに考案したものである。1955年、シリア社会国民党が弾圧されると、アドニスもその党員だったとされて6ヶ月間、投獄された。1956年に釈放された後、 文芸評論家のハリーダ・サラーフと結婚し、隣国レバノンのベイルートに移住。1957年には同じく、シリア出身の詩人ユースフ・アルカールと共に、シアールという雑誌を発行した。この時期、彼は反アラブ主義に転向して、シリア民族主義を放棄し、同時に政治的な内容もあまり書かないようになった。アドニスは1960年から翌年までフランスに、 留学する、奨学金を得て、帰国後は、レバノンの大学で、アラビア語文学の教授となった。1976年には、ダマスカス大学の客員教授となっている。1980年、激化するレバノン内戦を避けて、フランスに亡命し、1980年から1981年まで、パリのソルボンヌ大学で、アラビア語を教えた。アドニスは、 近代アラビア語詩文の先駆者の一人である。しばしば反抗者、あるいは自らの信じるルールに従う、偶像破壊者ともされる。アドニスは、実著でこう書くアラビア語詩文は、この支配的な批評感が示唆するような一枚岩では、なく、多元的で、時として、自己矛盾をも含むものである。アドニスの仕事は、1970年代には、ベルートで共に、雑誌、 マワキーフを編集したこともあるアラブ人批評家のカマール・アブー・デイブにより注目されてきた。1995年にはフランスの文学賞である地中海賞、外国人部門を受賞。1997年にはストルガシの夕べで金冠賞を受賞。2007年にはノルウェー文学、表現の自由アカデミーが授与するビョルンソン賞を受けている。また、 ノーベル文学賞の候補として何度も取り沙汰されてきた日本語訳ありがとうございます。